こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はよく LINE とかホームページに届く MTF さんのお悩みについてちょっと答えてみたいと思います。去年チャンネル登録者数が2000人を超えたあたりから LGBT 系のお悩み相談みたいなものがホームページとか LINE アットの方にちょくちょく届くようになったんですけれども、その中でも今日は恋についての悩みをちょっとお話ししてみたいと思います。脱線も含めて尻滅裂になるかもわからないですけれども、ちょっと頑張って動画にしてみようと思います。なので少しちょっと長い動画になるかもしれないんですけれども、ちょっとじっくりと男の子から女の子に性別を移行したというか、性別を適合した人のために何か私でお役に立てたらいいなと思って、私の経験とか私がやってきたレッスン方法とかいろんな声にまつわることをちょっとお話ししてみたいと思います。この動画案の定長くなってしまいました。2つに分けることも考えたんですけれども、声に関することなのでまとめてみたいっていう方のために、このバージョンはロングバージョンとしてこのままアップロードすることにしました。ただ本当にかなり長いので、トランスボイスとか声のレッスンのところ、声の老化防止、声のトレーニングのところを短くまとめてみたいっていう方のためにショートバージョンもお作りしました。この後すぐにアップロードしますけれども、下の説明欄にも貼っておきます。短くトランスボイスとか声の訓練方法のところだけ見たいっていう方はそちらをご覧ください。声のお悩み相談に関しては圧倒的にトランスジェンダーの MTF さんからのお悩み相談が結構多いんですけれども、 MTF さんに限ったことじゃなくて40代以降の女性の人にも聞いてもらいたいんですね。なぜなら声というのは老化していくものなんですよ。加齢に伴って声も衰えていくので、もしかしたら MTF さんだけじゃなくて40代以降の女性の方の声を若々しく保つため、声の老化をちょっと遅らす、そういうレッスンにもなると思うので、よかったら女性の方もお聞きください。これ系のお悩みを以前ブログか何かで書いたことがあるんですけれども、その時ちょっと炎上してしまったんですね。やっぱりお悩みって100人あったら100人とも違うと思うんですね。本当にこれって個人的なことも多分たくさんあると思うので、もしかしたら不愉快な動画になるかもしれないんですけれども、私自身は本当に嫌味なつもりもないですし、何か自分のことを自慢したりとか、なんかもう自分が全部克服してなんか上から目線で誰かに何か教えるとか、そういう気持ちは全くないんですね。本当に私自身も全然声で悩まなかったかって言ったらそんなことないんですね。やっぱり悩んだこともあるので、その辺の経緯もきっちりお話しして、女性の声とは、男性の声とは、私たち MTF の声とは一体どういうものなのか、ちょっと声について紐解きながらちょっとレッスン方法なんかも動画にしてみたいと思います。まずここで知らない皆さんのためにちょっとご説明しますと、もともと女性に生まれて男性に性別を適合した人のことを FTM、 そして私たちのように男性に生まれて女性になった人のことを MTF というんですけれども、 FTM さんよりも私たち MTF の方が恋についての悩みって多いと思います。なぜなら女性から男性に性別を適合した人っていうのは、女性が男性ホルモンを投与しますよね。お薬とか注射とかで体に男性ホルモンを入れると、少しずつ体が男性化していくんですね。もちろん打ち続けることで少しずつ変化が起こってくるんですけれども、女性の人が外から男性ホルモンを入れると、ヒゲが生えたりとか喉仏が出てきたりとか、声が変わったりとか、体毛が増えたり筋肉が増えたり、そういう風な体の変化があるんですけれども、打つ量によったら頭頂部の毛が薄くなる人もいるというぐらい、女性が男性ホルモンを打つと打った時から少しずつ男性が思春期にだんだんこう男の子になっていきますよね。そういう成長をたどっていくんですね。一方私たち MTF は女性ホルモンを投与する年齢にもよるんですけれども、30代とか40代とかもう体が大人の男として成長してしまってから女性ホルモンを打ったところで、ヒゲもなくならないですし声も変わらないんですね。場合によって筋肉量もあまり変化しないっていう人がいるんですね。
なので私と同じ MTF さんっていうのは声がどうしても男っぽくて外で声を出せなくて悩んでるっていう方もたくさんいると思います。ふとした時に男の声が出てしまって周りからキーな目で見られたりとか周りから変な目で見られて傷ついてる方もたくさんいらっしゃると思います。そういう意見を聞くたびに何か私って役に立てないかなって、何か私の経験でちょっとでもお役に立てないかなって、そんな思いでこの動画を作ろうと思ったんですね。前にかなり叩かれだからこういう話題って動画にしない方がいいのかなとは思ってたんですけれども、いろんな人からいろんな悩みが寄せられるので動画を見てらっしゃる方でお一人の方にでも何かお役に立ったりとか少しだけでも悩みが解決できたらいいなと思ってちょっと思い切って動画にしてみようと思ったんですけれども、それでこの動画を作る時に何から話そうと思ったんですよ。いきなり声のレッスンとかするよりもちょっと声についてじっくり、声っていうのは普段私たち無意識に発してると思うんですね。 MTF の方も男の時ってそれほど意識してなかったのに、女性になった途端、容姿が女性になった時になんか声と容姿のギャップに悩まれて、ちょっと声ってこんなに大変だったんだって悩まれる方も多いと思うので、ちょっと声についていろいろちょっとお話ししてみたいと思います。そしてなんで私がこれを話せるかというと、私は以前に実は東京大学に呼ばれたことがあるんですね。私がホルモン注射をしている病院で知り合った MTF さんが、私が声のレッスンに通ってる人が東京にいるんだけども、その人に私の声をレコーダーに入ったものを聞かせたんですって。もうそれも私の了承してたんですけれども、ちょっと聞かせたいから録音させてほしいっていう感じで、私がいろんな声を出したのをその東大の先生に聞かせたようなんですけれども、その方はなんかトランスボイス、性別を移行した人の声について研究してたりとか、 MTF の方が女性の声になるように声のメカニズムなんかを伝授したりとか、声のレッスンをしているような、そういう教授の方がいらっしゃるんですけれども、その方が私の声に興味を持ってくれて、一度東京大学に来てくださいっていう感じで研究室に行ったことがあるんですね。私大学に行ったこともないので、東京大学に行ったことが初めてだったので、ちょっとわ、これが東大なんだみたいな感じでなんかちょっと浮き足立ってたんですけれども、そこではなんか私の声をいろいろ録音したりとか、私がどこまで高い声が出るのかっていう感じでピアノに合わせて声を出していくっていうような、そういう声のサンプルを取って、まあ1回だけでそれは終わったんですけれども、もし東京に住んでたらこの後もあなたの声をちょっと研究材料にしたいって言われたんですけれども、その後お会いできずに、なんか私もその後バタバタしちゃって引っ越したりとかでちょっと疎遠になっちゃったんですけれども、その先生とお会いした時にも声についていろいろ教えていただいたりとか、声についていろいろ本を読んだりとか、いろんな論文とか資料とかを見せてもらったりとか、私も声ってこんなに複雑なんだって、声ってこうやって生まれてるんだとか、声についていろいろちょっと勉強したことがあるので、そのことをちょっと動画で皆さんにシェアしたいと思います。そもそも声とは皆さん何だと思いますか？なかなか声に意識したことないんじゃないですか？普段何気なく喋ったりとか、こういう声を出そうとか、こうしようとか、私たちみたいに定期的に動画を撮ってる方っていうのは自分の声っていうのを客観的に聞くことはあると思うんですけれども、なかなか日常動画とか声を常に録音してない方は自分の声を客観的に録音して聞くっていうことってなかなかないじゃないですか。録音されたことある方だったらわかると思うんですけど、録音した声と実際自分が発してる声ってなんか違うなって、なんかおかしいなって思ったことないですか？そのぐらい声というのは日常的に無意識に発生しているものだと思うんですね。じゃあその声がどうやって出てるのかというと、人間には声帯というものがあるんですね。こういう字を書くんですけれども、この声帯の周りに筋肉がついてるんですね。複雑な繊細な筋肉がたくさん声帯の周りについて、その筋肉が声帯を伸び縮みさせることによっていろいろな声が出てるんです。肺から出た息が声帯を通ります。その時にその声帯の周りについてる筋肉が伸縮することによって出てきた息が振動して声になるんですね。音になってるんですけれども、なのでこの声帯というものがなければ人は声を出すことができないんですね。肺から出た息はそのまま息だけとして出てくるんです。なんかちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、なんとなく分かっていただけましたでしょうか？そして私写真で見たことあるんですけれども、声帯っていうのは手を合わせてぷくっとこうした感じになってる、この形に似てるんですね。この声帯の隙間が太ければ太い声が出ます。低い声が出るんです。そして
細ければ細いほど高い声が出るんですね。男の人でも裏声を出すときはこの声帯が細くなってるっていう風に考えてもらったらいいかもしれません。なんか楽器みたいですよね。男女ともに声っていうのは個性があって、高めの人とか低めの人っていうのがいると思うんですけれども、どちらも子供の時ってそんなに変わらないですよね。幼少期というのは男の子も女の子も甲高いような子供らしい声をしてるじゃないですか。ちなみに私の子供の時は女の子よりも高かったんですね。クラスの誰よりも高かったんです。高文が喋ってると本当にキンキンしてきて本当にうるさいって言われてたぐらい本当に高い。私にはおばがいるんですけれども、母の妹なんですけれども、母の妹は私のことを美しいボーイソプラノだわって常に私の高い声を褒めてくれてたんですけれども、ほとんどの周りの大人は本当にうるさいから黙ってっていうぐらい本当に高い声をしてたんですね。そういう感じで子供というのは男の子も女の子も高い声、男女にあまり差がない。それが成長することによって声帯の周りの筋肉が発達することによって低くなっていくんですね。その筋肉が男の人の方が筋肉がついていくから男の人は低くなってるんですけれども、実は女の人もずっと子供の声じゃないんですね。女の人もちょっとずつ筋肉がついて、女の人も大人の女性の声になっていってるんですね。ですが男の人よりも女の人の筋肉の発達っていうのはそれほどでもないので、女の人はそんなに差がないように聞こえるんですけれども、女の人も男の人も成長とともに声は低くなっているそうなんです。なんか男の子にも変声期があって男の子だけが声変わりをして女の子は変わらないっていう見方もする人もいると思うんですけれども、女の人もちょっとずつ声が変わってきてるんです。ただ男の子はある日突然風邪をひいたように声が出にくくなって、だん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 大人の男性の声になっていくのは早い子で小学校の高学年、男の子はもう中学生ぐらいになったらだんだん声って低くなってきますよね。私は本当にショックだったのを覚えてます。もう中学校 2,3 年生ぐらいからちょっとずつなんか声が出にくいなっていうことがだんだん悩みになってきたんですよ。それまで本当におしゃべりだったの、喋るのが大好きで朝から晩までもう本当に1分でいいから黙ってって母親から言われてたぐらい、もう本当にどこに行っても誰とでも喋るような、喋るのが大好き、お話しするのが大好きな男の子だったんですけど、それがだんだん声が低くなってきたことによってそれがショックでだんだん喋らなく、なんかちょっとそれまで社交的で本当に明るくて天真爛漫だったのが性格までが変わってきたんですね。なぜなら私は小学校の時本当に松田聖子ちゃんが大好きで、スーパーの屋上とかで聖子ちゃんの秘密の花園を歌って優勝して電子レンジをもらったこともあるんです。それは確かなんか FM ラジオのちびっこのど自慢か何かで勝ち抜きでだんだん勝ち抜いていくんですけれども、次は隣町であるから隣町に来てくださいっていう感じで隣町にも行って聖子ちゃん歌ってっていう感じで、そのぐらい本当に歌が大好きで、聖子ちゃんの歌とか明菜ちゃんの歌とか岡田由紀子ちゃんの歌とか河合奈保子ちゃんの歌とか、なんかそういうアイドル歌手の歌をもう毎日歌ってて、本当に自分の声が大好きで、もう本当にずっとこの声出せるんだろうなと思ってたぐらい歌うのが大好き、喋るのが大好き、自分の声が大好きだったのが、高校に入る前ぐらいからだんだんおかしくなって、もう高校に入った頃にはちょっともう本当にあの時の高い声は出なくなってて、性格までもが変わったような、なんかそういう思い出があるんですけれども、ちょっと話が脱線しましたけれども、声の方に話を戻すと、そういう感じで男の人も女の人も声帯にだんだん成長とともに筋肉がついてくるんですね。そして成熟した大人の女性の声、大人の男性の声になっていくんですよ。それで加齢とともに今度はだんだんとその筋肉が衰えてきて声も老化していくんですね。男の人はだんだん声が低くなってきて、声が老化することによって筋肉が衰えてだんだん声が高くなっていくんですよ。周りのおじいちゃまの声とか聞いてみてください。若い時よりも全然高くなってませんか？あれは喉の声帯の筋肉が老化することによって声が高くなっていってるんです。一方女性は不思議なんですけれども、女性の声帯の周りの筋肉が老化によって衰えてくると女性の声はだんだん低くなっていくんです。張りがなくなるというか、声が出しにくくなるというか、だんだん声が老化していくんですね。でもこれも筋肉なので鍛えることはできるんですけれども、声というのは年とともに老化していってまた変わってきます。子供の頃から大人の声になって
だんだん衰えていく。通常はそうやって声も老化していくんですけれども、歌手の人とかアナウンサーの方のようにもう本当に常日頃から声を出すような仕事の人はなかなか衰えないそうなんです。それっていうのは声を出すことで声が鍛えられてるから声がいつまでも若いようなんですけれども、私たち普通に生活をしてて本当にずっと喋らないでいると声ってどんどん老化していくので、何かの機会に皆さんぜひ声を出してみてください。私はこの動画の撮影があるんですけれども、普段は本当に誰とも喋らないでずっと何か絵を描いてるでしょ。そしてはい撮影するよってなった時に声を出すと急にはやっぱり声って出ないんですよ。その時はちょっと声出しをしてから撮影するようにしてるんですけれども、そのぐらい声っていうのを日々老化してるんだなって、そんなことをつくづく感じます。ちょっと話は変わるんですけれども、男の人って声が低いだけじゃなくて喉仏あるじゃないですか。あれは何であると思いますか？あれも声帯にちょっと関係してるんですね。声帯の周りの筋肉が太ければ太いほど、大きいければ大きいほど喉仏も出てくるそうなんですね。女の人でもたまに喉仏がちょっと出てる人いるじゃないですか。あれは女の人の中でも、まあ女の人の中で男の人みたいに低くないのに喉仏出てる人は声質にもよると思うんですけれども、声帯の周りの筋肉がそうさせてるようなんですけれども、でもまあ女の人でちょっと出てる人はいるけれども、男の人みたいにがっつりこう喉仏が出てる人ってなかなかいないですよね。本当にあの喉仏っていうのは男の象徴みたいな感じで、声の低い男の人になればなるほどしっかり喉仏で出てると思うんですけれども、昔では考えられないんですけれども、今は喉仏を削る手術もあるようなんですね。私たちみたいに男性から女性になった人っていうのはがっつり出た喉仏っていうのは本当に悩みで、もうずっと首に何か巻いて隠してる人もいるぐらい、今はそういうのを取る手術もあるみたいなんですけれども、 100% 安全かって言ったら本当にそうではなくて、中には声が出なくなっちゃったっていう人もいるぐらい、だんだんその安全の率っていうのは上がってはきてるみたいですけれども、ちょっと前はその手術をしたことで声が出なくなっちゃったとか出にくくなっちゃったっていう人もいるぐらい、本当にこればっかりは悩ましいですよね。私は男性の頃から喉仏ってないんですね。もうなんか男の人にしたら本当に声が高い方だったからか、本当に喉仏はもう元から出てないんですけれども、よくこれ質問されるんですね。どうやって取ったんですかとか、なんでないんですかっていうふうに言われるんですけれども、もう本当に昔から喉仏はないんですね。これはなんでかなと思うんですよ。声は言われたら男性よりは高い声だったけども、女性よりは低い声でしょ。でもこれはこれで男の時は悩みだったんですよ。なんか男性として生きてる頃はなんであいつ女みたいな声なんだとか、それ悩みだったから、自分のセクシャリティを隠して生きてて、男の人の着ぐるみを着て嘘をついて生きてる頃は本当に周りから自分がこうであることをバレてはいけないと思って、なるべく低く、本当にそれこそ宝塚の男役の人みたいな感じで無理やり低い声を出したりとか、声を潰して低くした、そういう思い出もあるぐらいで、あの時そういう風に声をわざと低くしたり潰さなければ、今もうちょっと高くて綺麗な声が出たんじゃないかなっていうぐらい、本当に人の人生って何があるかわからないなって、今となってはもう本当に思い出話なんですけれども、なので本当に話があちらこちらに飛んでますけれども、男女の声の差というのは声帯の周りの筋肉で決まる。声帯の大きさとか、声帯の周りの筋肉の大きさとか、声帯の周りについた筋肉のつき方で声の個性ができてきてるということになるんですね。これを何で例えようって、なんか分かりやすい例えないかなと思っていろいろ考えたら、ピアノの弦ありますよね。ピアノの中を見たことある人いますか？弦の太さって高音になればなるほど細いじゃないですか。低音になればなるほど太いでしょ。そういう感じで捉えてもらったらいいかなみたいな。余計分かりにくくなったでしょうか。太ければ太いほど低くて、高ければ高いほど細いということなんです。例えがややこしくなったら申し訳ないですけれども、ちょっとそういう感じで捉えてもらったらいかがでしょうか。ただ男の人も女の人も裏声っていうのがありますよね。あーっていう裏声ありますよね。よくどうしても女性の声が出せないから裏声で喋ってるっていう MTF さんもいるんですね。でも裏声ってどうしても何か違和感があるんですよ。地声よりもどこか弱いんですね。中には MTF さんでずっと裏声で喋ってるけど何の違和感もない人いるんですけど、その人は裏声を極度に鍛えてます。本当に裏声を地声と聞こえるぐらい
鍛えて初めて裏声で全部生活できるみたいな感じなんですけれども、裏声で喋ると違和感があるだけじゃなくって本当に疲れるんですね。女性の方もカラオケとかで地声で歌ってて出ないところ裏声にした時になんかちょっと間が抜けたような、ちょっと裏声の部分だけ弱くて地声だけ強いみたいな、そういう強弱が出てくると思うんですけれども、それも裏声を出す時の筋肉を鍛えれば強い裏声が出るようになるみたいなんですね。オペラ歌手とかソプラノの歌手って常に裏声で歌を歌ってても全然弱くないじゃないですか。なんかコップが割れるような高音が出せるでしょ。あれっていうのはもうオペラ歌手ならではの訓練方法で裏声をもう強く強く鍛えてるんですね。そうすることで普通の人の地声よりもはるかに強い裏声が出せるようになるのがオペラ歌手だと思うんです。一方私たち MTF の人は声が低ければ低いほど裏声を出した時になんかちょっとかすれたような低い裏声になるんですね。違和感があるような。 MTF の歌手の方で皆さんは中村あたるさんって知ってますか？中村中って書くんですけれども、彼女は独自のレッスン法をして裏声を強くしたそうなんですよ。そのレッスン方法っていうのは地声から裏声に変わる時の段差をなくしたそうなんですね。声のバリアフリーというか、なんというか地声から裏声になる時ってどうしても段差が出てくるんですね。低いところから入ると特にそうなるんですけど、おかしい。こっから動画見た人絶対おかしいと思うと思うんですけど、わかりますか？こう今どこで地声でどこから変わったかってはっきりわかるじゃないですか。それを段差をなくす訓練をすることで、よく聞くとお話ししてる時にも地声と裏声をきれいに使い分けてるんですね。でも聞いてて全く違和感がない使い分けをしてるんですよ彼女は。なんかその訓練をしたらいいんじゃないかなと思って、その歌を使ったレッスン方法もあるんですけれども、それをちょっと後にして、男の人の声と女の人の声をじっくり観察すると明らかな違いというか響き方に違いがあるんですね。女の人というのは頭蓋骨だけで響いたような声なんですよ。これは本当にその東大の先生に聞いて目から鱗だったんですけれども、男の人というのは鎖骨とか胸のあたりにも声を響かせて、頭蓋骨にも響かせて声を出してるっていうんですね。一方女の人は頭蓋骨だけに響かせて声を出してるみたいなんですよ。わかりやすく言うと下か上かによるんですね。男っぽい声というのはやっぱり低いところに振動があるんですよ、反響してるんです。高い声っていうのは頭のてっぺん、本当にこっから声が出るってよく言うぐらい本当に頭蓋骨に共鳴してるんですね。よかったら皆さんも高い声と低い声出し分けてみてください。ちょうどこの辺りありますよね、頭蓋骨と首の境目ぐらいの上のところ、そしてこの鎖骨ぐらいのところ、それでちょっと高い声を出してみてください。あー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 、上の方に響いてるんですね。これをちょっと低い声にしてみると、あー下に響くんですね。女の人でも低く喋ると下に響いてると思うんですよ。なるべく低い声を出してみてください。女性の声を出したいなと思う方は両方持ってもらって上にだけ振動が来るようにレッスンをするといいと思います。女性の方で私の声低くて悩んでるんだよなっていう方は上の方だけ響かすといいと思います。最初から多分大きな声は出せないと思います。ウィスパーボイスというか私がよくやる中森明菜さんみたいな喋り方になると思います。皆さんこんにちは。今日は声帯のお話をしたいと思います。トランスボイスのお話をしたいと思います。高い声を出すには一体どうしたらいいのか、今日は声の出し方について皆さんにシェアしたいと思います。よろしくお願いします。こういう声の出し方をすると本当に下には響かなくて上だけ響いてる感じになるんですね。ここで何がわかるかというと、下に響かない声というのは声の中に雑音が少ないんですね。わかりますか？ちょっとガラガラとかガサガサとかドスの効いた声というのは雑音が入ってるんですね。別に男性の声が全部雑音だって言ってるわけじゃないですよ。男の人のような低い声というのは高い声に雑音とか低い声を入れれば入れるほど男っぽい声になってくるんです。低い声になるんです。今私すごい低い声で喋ってるんですけど、わかります？下の手にすごい響いてるんですね。でもこれを高くしていくと全然下の指は響いてないんですね。そして私今響いてないんですねっ
ていう根の一番高いところは裏声になりました。だから私たち MTF は裏声の力を借りるしかないんです。でも先ほど言ったように全部裏声で喋ってしまうとどこかに違和感があるんですよ。今私は全部裏声で喋ってるんですけど、裏声で喋ってるなって分かりませんか？これって私たちだけじゃなくて、もし女性がそう喋っても何か違和感があるんですよ。じゃあ裏声がなぜ弱いかというと、地声の喉のまま裏声を出すと拡散してしまうんですね、声が。あのね、なんとかでね。これを歌手のメラヨシカズさんってご存知ですか？もののけ姫の歌を歌う方。あそこに私はヒントがあるなと思ったことがあるんです。メラヨシカズさんというのはカウンターテナーといって、男性でありながら女性のソプラノ歌手のような高い声を出す訓練をした方なんですね。その訓練方法というのはもちろん裏声なんです。あれは全部裏声で歌ってるんですけれども、その裏声を拡散型の裏声じゃなくて、横に伸ばした裏声じゃなくて縦にするんですね。そうすることで透明感も出るし強さも出るんですね。私も練習したことがあるのでちょっとやってみますね。あー、これがちょっと弱くて横に広がった裏声としたら、あー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 、わかります？違い。私これを最初テレビか何かで見た時に横と縦の意味が分からなかったんですけれども、やっていくと分かりますよ、自分でレッスンすると。ちょっと今からやってみますけど、歌が下手なのはお許しくださいね。張り詰めた弓の震えるつるよ、これは横に広がった裏声で今歌ってみたんですね。縦でもののけ姫を歌うと、張り詰めた弓の震えるつるよ、わかります？最後特に陽の時に割とすごい強い裏声が出たでしょ。でもあると思うんですね。呼吸法にも関係あると思うんですけれども、この横と縦の意識を持てば割とできるようになります。最初難しくても何度もやれば必ずできるようになります。あーって縦にするんですよ。あこう、なんかこの作業をすることで喉を自分で締めたり広げたり締めたり広げたりができるようになってくると思うので、それをするとふとした時の地声がなんかこう男の人が話してるような地声じゃなくて、透明感のある強い女性のような高い裏声になると思うんですね。この説明で大丈夫？わかるかな？大丈夫かな？一番高い裏声に挑戦しろと言われたのでちょっと出してみたいと思います。これぐらいかな。多分家の外まで聞こえたと思うぐらいの大きい声を出してしまいました。アップロードする頃には音量調節してもらっておきます。という感じで、やっぱり私たち MTF というのはもう地声だけで女性の声になっていこうと思うのはかなり至難の業です。なので最初は先ほども言ったように、なるべくウィスパーボイスから入るといいと思います。中森明菜さんの真似をするように、皆さんこんにちは、どうぞよろしくお願いします。特に私は昔本当に低い声を出す練習をしてたので、とっさの時にすごいいつも低い声が出てたんですね。ちょうど容姿が男性か女性かがちょうど中途半端な時って、例えばレジとかで領収書お願いしますっていう時に、今は普通に領収書お願いしますってこの声で出すんですけど、昔はふとした時に領収書お願いしますみたいな感じの、なんか低い声を出す練習をずっとしてたから、ついとっさの時に低い声で領収書お願いしますって言ってしまうんですよ。その時にえっていう感じで見られたりしたので、あ、これはダメだなって。なのでどうしても声が低くて悩んでるっていう方は、まずはウィスパーボイスから入ってみてください。でもウィスパーボイスっていうのはどうしても喉だけを使ってしまうから、お腹から声を出さないので喉を痛めてしまったりとか、逆に年齢を重ねた時に声がガサガサになって、年を取った時にちょっと
男っぽい声になっちゃったりして取り返しがつかないことになっちゃったりするかもしれないので、できれば早めに喉の訓練というか喉を強くする訓練をつけて、大きい声でも女性の声が出せるように訓練してみてください。私も元から高かったんでしょって言われるんですけど、やっぱり訓練するとどんどん高くなってきます。訓練すればするほどどん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 女性に近い声になってきます。それでも今こうやって動画を出してると、なんでそんな声低いんですかとか、ちょっと低すぎじゃありませんかって言われるんですけど、中には本当に声が低くてどうしようもないっていう方いるじゃないですか。そういう方は先ほど言ったように、まずウィスパーボイスで声を出す訓練をする、そしてその次は裏声を鍛える、横から縦に喉だけを使って横にハーって出してたのをお腹からちょっと声を強くしてみる方法と、先ほど言ったように中村あたるさんの歌で地声から裏声になるところの段差をなくす、声をちょっとバリアフリー化するって私言ってるんですけど、声をバリアフリーにしていくと割と違和感なく女性らしい声が手に入るかもしれません。その中でも中村あたるさんの友達の歌って皆さんご存知ですか？あの歌すごくレッスンにいいです。なぜなら最初から地声と裏声をきれいに使えるような歌なんですね。そしてもう一ついいのは、私たち MTF の低いキーでも歌いやすいキーなんですよ。よかったら皆さんも中村あたるさん友達の歌歌詞って検索してくると出てくると思うので、中村あたるさんの友達の歌でちょっとレッスンを家で一人になった時とか一人カラオケに行ってするといいかもしれません。最初のフレーズの2行で高音裏声低音が全部入ったものがあるんですけれども、あそこを繰り返し練習するだけでもかなりレッスンになると思うんですね。触れるまでもなく先のことがあって、明らかに裏声と地声、裏声と地声ってするよりも、触れるまでもなく先のことが、自然に裏声に変わるように努力をするだけでも随分レッスンになると思うんです。ここで段差をなくすレッスンをするだけで、喋る時にも自然と裏声と地声の差がなくなるんですよ。触れるまでもなく先のことが見えてしまうなんて。今低音のところは極力優しく、見えてしまうなんてってこうちょっと濁らすんじゃなくて、もうそこは抜く感じで、見えてしまうなんて、または伸ばさずに、見えてしまうなんて消していってもいいかもしれません。ガラガラってなっちゃうぐらいだったら。でもやっぱりね、歌詞じゃないから多少の段差は出ると思うんです。私も出ます。でもその段差をなくすように心がけるだけで随分変わってくるんです。この地声と裏声を自然に変わらせようと思ったら、地声のところからちょっと高くしようっていう風に、そういう喉ができてくるんですね。このレッスンは本当にやり始めはもうこの辺がつるんじゃないかなって、この辺が筋肉痛になるんじゃないかなって。私も MTF の方のレッスンにずっと付き合って、こうやったらいいよ、ああやったらいいよって一回やったことがあるんですけれども、その人もここ喉がつるって、次の日ここが筋肉痛になるって、変なとこが筋肉痛になるって、そうやっておっしゃってたぐらい本当に最初は辛いと思うんですけれども、これっていうのは声だけの問題じゃなくて、ずっと男性として生活してきて、男性として話してきて、男性として歌ってきて、男性として声を出してきた人っていうのは、いきなり容姿が女性になったからといっても声はそのままついてこないんですよね、自然には。だから意識から変えていく。自分は女の子なんだよ、自分は女性なんだよ、こういう声が自分は理想なんだよっていう、自分の理想を追い求めて、なんか作品を作るように声を作っていくっていう感覚でやっていけば、必ず理想の声にはなってくると思うんですね。
そこで私が悩んでる方に言いたいのは、すごい高い綺麗な女性を目指すんじゃなくて、女性の中でも低い人っているじゃないですか。女性の中でも低い人、だから松田聖子さんじゃなくて永森明菜さんみたいな。私もカラオケに行ったらやっぱり聖子ちゃん歌いたいけれども、聖子ちゃんの歌よりも明菜ちゃんの歌の方が楽だから明菜ちゃんの歌ばっかり歌うんですよ。本当はでも聖子ちゃん歌いたいの、でも明菜ちゃんが楽だから明菜ちゃん歌うみたいな。だからあまり無理はしないで、すごいなんかとんでもない高い女性を目指すっていう感じじゃなくて、違和感のないくらいの女性の恋を目指すっていう感じではいかがでしょうか。どうしてもなんか諦めちゃって裏声とかウィスパーボイスだけに走ってるっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、できれば声を鍛えていって、年配になった時に自然な女性の声が出せるように今から声を訓練していく。それっていつか絶対に生きてくるので、諦めないで声を理想に近づけてみてはいかがでしょうか。今日の動画見てて分かるように、私自身もまだまだ全然なんです。だから手探りで今日この動画を作った感じなんです。自分がやってきたことを知り滅裂でもいいから何か伝えたいって、そういう思いでこの動画を作ってみました。なんか声のことで悩んでる方がいて、その方に今日のこの動画の一部分でも何か参考になったらいいなって、悩みの解決になったらいいなって思います。声に悩んでる方って藁をもすがる気持ちでいろんなところを検索したりとか、いろんなことに挑戦してると思います。もう努力もたくさんしてると思います。でも私が思うのは、やっぱりレッスンが一番大事だと思います。もし一人でレッスンしにくいんだったら、そういうトランスボイスを専門にしてらっしゃる方に定期的についてボイスレッスンをするとかしていったら、必ず努力っていうのは報われます。筋肉っていうのは100歳になってもずっと鍛えれば必ず応えてくれると思うんですね。だって顔の筋肉でもそうでしょ。あ、もうシワが寄ってきたわと思って放置してたら、どん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 シワって寄ってくるけれども、顔も筋肉だから、こうやってちゃんと鍛えれば、表情筋を鍛えればリフトアップができるっていうぐらい、まあ、限界はありますよ。やっぱり人って老化していくっていうのはどうしても避けられないし、必ず成果っていうのは出ると思うので、諦めないで自分の理想に近づけるようにしてみてください。それでもこんなところがわからないとかいうのがあれば、また LINE アットでもいいです、 YouTube のコメントでもいいです。私で答えられることあったら全部答えたいと思うので、よかったらコメント書いてください。以前何かのブログで書いて MTF の方に、お前はただ恵まれてるだけじゃないか、何の役にも立たない自己満足じゃないか、偽善者って、本当にすごいコメントがいっぱいついたので、本当に私もある時本当にショックだったんですけれども、わからないことないです。私も多少なりともやっぱり悩んできた人間だから、どこかは本当にその痛みっていうのは私も分かってるところあるので、私でよかったら何か参考になったらいいなと思ってこの動画を作りました。本当に支離滅裂でどこも参考にならなかったって思う方もいらっしゃると思いますけれども、お許しください。なんかホームページとか LINE アットには LGBT 系の悩み他にもたくさん届いてるので、おいおい動画でお答えしていこうと思います。私では限界があるので、これを見てらっしゃる方で何か声に詳しいよっていう方がいらっしゃったら、女性の方でも MTF の方でも男性の方でも年齢も関係なく、よかったらコメントに何か残してください。よろしくお願いします。この動画がほんのちょっとでもよかったよっていう方はグッドボタンも忘れないでください。よかったらチャンネル登録もお願いします。メインチャンネルもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。